親父。親父。ラサイの親父。親父。佐江島です。今帰ってきました。無駄だ。もうこの男に自立した意識はない。いくら話しかけても反応することはない。親父、俺です。帰ってきたんです。親父。さあ親父。ん？さあさあさあ、親父、なんでこらいなことに、なんで、なんでや。
すまん、佐江島の旦那。この男が勝手に入ってきて。誰よお前。真島組の南っちゅうもんや。あんたが佐江島さんか。真島組やと。何しに来たんや。佐江島さん、最後に俺に一つ教えてください。佐江島さんは後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ、25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。
そうか。お前も今からなんやでかいことでもしでかそうと思てんのか。それで迷ってんのやろ。後悔か。ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。せやけど親父のためにムショに入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして冴島さんはそんなに強いんですか。別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道っちゅう生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道っちゅう生き方をプライド持って選んだんや。俺の極道は仁義のためにあるんや。冴島さん、25年前もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。キドちゃん、腹くくれ。極道の勝負っちゅうのは一度しかない。自分の人生かけてでも勝負する価値のある瞬間が来た時は腹くくって勝負せえ。後悔する生き方だけはするんやないで。はい、頑張るんやで。ほなな。先輩、無理だよ。うん、行こうか。すっちまった。どこでる最近。
やあ。Roar!
止めさせてもらいますわ。さすが兄弟や、部下にええ教育しとるみたいやな。まだや、まだ俺は終わってへんで。お親父、待たせたな、兄弟。真島、お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。
場所変えようか。ちょっとつらかせや。これなら警察も近寄れんやろ。さ、行こうか。どこに行く気ない？俺とお前の遊び場や。あそこは行くで。俺らの思い出の場所にな。久しぶりに歌えへんか。真島。俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。些細のおじきに会うため。それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったらなんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来へんかったんかを知りたいんじゃ。答えろや、兄弟。何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口は割らぬ。それをもし裏切ることがあったら、そん時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。些細の親父を助け出せんか。マジマ脱げや兄弟。昔みたいに殴り合って決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とは違う。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところへ行くで。
じゃあね。兄弟、なんや。お前も俺も変わったな。そうか。昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。だいたいその眼帯はなんや。そんなもんしとるから。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。なんやと。お、
げや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。まあ元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。教えてくれや兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。あの上野清和会の襲撃計画、あれは多分仕組まれたことやったんや。多分。せやせやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで。俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。誰なんやそいつは。柴田や。柴田和夫。おそらく奴が笹井のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。